안녕하세요ゆかがいみなだ。私は今インチョン空港にやってきてます。なんで今日インチョン空港にいるかっていうと、今日は皆さんに特別に韓国旅行を体験してもらいたいと思ってやってきました。でまず旅行といったら飛行機ですよね。飛行機乗ってくるので、私も特別に飛行機の中から旅行を始めたいと思います。じゃあ비행기부터가볼게요レッツゴー。はい、じゃあようやく機内に到着しました。今回はビジネスクラスです。さあビジネスクラスで、おー、余裕のある旅をしたいと思います。ここにはイヤホンさせるところがあって、まあ、音楽のボリュームとか操作できます。で、なんとなんとこちらに机があるんですけど、これかな。はっ、おお、こうやって机として機内食食べるときに使える机です。前にモニターがなくて、今はこういう風に個人の携帯とかで好きなコンテンツ見れるそうなので、これもね楽しみたいと思います。上の荷物置き場も広いですね。お、ここに広い席があります。なんとここはエコノミーなんですけど、一番前だけこんな風に広く使えるそうで、エコノミークラスからちょっとだけ追加料金出したらこう使えるそうです。やっぱ荷物が多い方とか、エコノミーだけどもうちょっとねゆっくり休みたい方はこの席がおすすめですね。おお、いやー、じゃあじゃあじゃあ、그러면旅行レッツゴー。はい、ついに韓国に到着しました。イエーイ、インチョン空港です。いやー、久しぶりに空港に来たのでワクワクしますね。韓国に初めて来た時の思い出がすごい巡りに巡って頭に浮かびます。今はやっぱりまだコロナのねせいで規制が多い時期なので、あんまり空港に行けれない方も多いと思うんですけど、ちょっくら休みに行きます。見つけました、アシアナビジネスラウンジです。ここでちょっと休んでいきたいと思います。ここ書いてあります。ファーストクラス、ビジネスクラスのラウンジだそうです。じゃあ그러면올라가볼까요。わあ、すごっ、こんな感じになったんだ。おお、ホテルみたい。なんかビジネスクラス、思ったよりめっちゃ広いです。あー、こうやって何時に乗るか確認できるようになってて、ソファーもめっちゃあって、おー、ゲインコンガン、わー、お、めっちゃいい、これ、あ、こういう感じね。お、완전좋은데、너무좋은데요。こんなんあったんだ、知らんかった。全然ビジネスラウンジ自体が初めてなんですけど、実はこんなのもありますね。いや、思ったより利用してるお客さん多いです。ここあっちの方になんとご飯軽食を食べれる場所があるそうなので見てみようと思います。ビジネスラウンジ自体がビジネスクラスに乗った方たちが自由に使えるラウンジだそうです。おお、ジュース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 、あー、水もある。え、かわいい、サイズがとげきよう。あ、軽食だ、パンみたいなのがある、パンだパンだ。すごい、めっちゃ十分。あ、これは嬉しいやつや。これ嬉しいね、これ嬉しいですね。辛ラーメン、美味しいやつ。はい、うどん、これもおすすめ。どっちも私大好きです。私も何かしらちょっと物色してみたいと思います。いただきます。
みんなもぜひ芦屋のビジネスラウンジで食べてみてください。格別です。はい、じゃあ一休憩もねしっかりしたので、今から本格的に韓国旅行に出発したいと思います。一緒に行きましょう。 GO! はい、ということで京畿道最初の観光地、ポチョンというところにやってきました。で今から行くのはビトゥルギナンっていう、なんて言うんだろう、すごい綺麗な滝があるところなんじゃけど、なんといろんな映画の撮影地にもなっとったみたいで、韓国で有名なキンダムっていうゾンビ映画の撮影地にもなっとったらしいので、一回見てみようと思います。ちなみにビトゥルギは韓国語で鳩という意味です。お、階段が結構あるので降りてみようと思います。おお、わあ、もやわあ無双んでジョンビヨンファンで、ポリスト。わあ。막상보니까예쁘네요。위에서봤을때는되게무서웠는데。わあ、色がすごい。ね、安全のためにヘルメットを着用します。ほっ。じゃあ、行きましょう。いやー。結構大変もともとはあそこのくぼみから水が降りてくるらしいんですけど、滝みたいな感じで、でも今は多分水が凍ったりしてその関係で降りてないそうです。でこのヘルメットを今使っとる理由が、この天井から石が落ちてくるらしくて、危険なのでね、ヘルメット使ってます。皆さんも忘れずに。わー、ここのビドゥルギナン滝もめっちゃ綺麗なんじゃけど、ここの近くにハンヌルタリっていう、なんかめっちゃすごい綺麗な橋があるそうなので、そっちにも行ってみたいと思います。はい、ハンヌルタリに到着しました。さっきのビドゥルギナンからすぐなんじゃけど、いやー、この景色見てください。めっちゃ綺麗じゃないですか。あそこの方にも山も、お、揺れる揺れる。ここが、ハンタンガンっていう川の上をこう渡る橋なんじゃけど、ちょっと揺れる橋だそうです。で長さ200メートルぐらいで。あ、でも意外と揺れる。意外と揺れるな。うわー、やーだ。わー、やば。やば。ねえ、올라가고싶은사람은여기올라가도될것같고요。こういう下が透けてる系の、なんだろう、橋というか高いところ、結構いろんなとこ行ったんじゃけど、ここ抜群に透明度がやばいですね。怖え。この場所が有名な愛の不時着の撮影地としてもすごい有名なところだそうです。はい、今回の旅行最後の場所です。ハーブアイランドに到着しました。じゃじゃーん。実はここだけじゃなくて、この園内っていうかな、めっちゃ広い県、ちょっといろいろ見ようと思ってるんだけど、この名前の通りハーブ、香りに特化した小物とかもたくさんあるそうなので、そちらも見つつ、あとイカゲームに関した何かもあるって聞いたので、そちらもね見てみようと思います。그러면가시죠。いや、やっぱりいろんなところ結構歩き回ったんで、ちょっと疲れてきたんでね、マッサージ受けたいなと思ったんですけど、ちょうどここでなんと足湯と頭皮マッサージ受けれるそうなので、ちょっとだけ休んでいこうと思います。行ってみましょう。이것다리넣어도되는건가요? 네. 오. 도착해보시고
괜찮으시면 천천히 담가주세요. 아, 네. 괜찮으신가요? 네네, 괜찮아요. 저희 찜질팩 어깨 올려드리겠습니다. 네. 너무 뜨거우시면 복부로 안고 계시면 더 좋습니다. 따뜻하다. 아따까이스. 좋은 냄새 나네요. 허브 향이 나서. 오, 이 거울이. 세 가지 허브 네. 제품 넣어드릴 거고요. 네. 그러니까 네, 좋아요. 네, 물 넣어드리겠습니다. 네. 로즈마리, 라벤더, 유칼립투스 등의 허브들을 발라서 소장제 쭉 펴주시고 정면 바라봐주세요. 네. 고맙습니다. 토피 마사지 하는 거 괜찮으세요? 네. 뒤로 가 풀리는 기분이에요? 네. 완전. 어깨가 가벼워졌어요. 오! 와, 와, 미쳐 스토리 스르. こういうスプレーもあります。おお。なんとハーブアイランドの中に植物園がありました。植物園がこの時間にライトアップされててめっちゃ綺麗です。香りもいい気がする。でこの植物園は昼には明るいんじゃけど、夜にはね今みたいにこういう風にライトアップしてくれるけん、夜でも十分に楽しめる場所です。ということで最後のもう最後の最後のクライマックスです。サント村かなっていうところにやってきました。今日の旅行もうね出発からもうね個人的にすごい楽しかったです。一日こんなに有意義に過ごせることがなかなかないので、皆さんもぜひぜひ韓国旅行また来れるようになったら私と同じようなコースでやってきてもらえたらなと思います。みんなも見とって楽しかったかな。めっちゃ綺麗よねほんまに。今回この動画に載ってない場所で撮った動画もあるんよ。 TikTok 動画、それは私の TikTok か Instagram で載せるのでぜひチェックしてください。그러면오늘도영상봐주셔서감사합니다。구독과좋아요꼭해주시고 Instagram, Twitter, TikTok 팔로우해주시면감사하겠습니다。다음영상에서만나요。바이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 